はい、どうもクミツーです。今回もドラクエ 11S やっていきましょう。で、見た目装備を選べるようになったって出てるんですけども、やっとね、ダウンロードしてゴージャス版の特典が使えるようになったので、お尋ね物スタイル、あー、そういうことか。これゴージャス版かこれゴージャス版かな。まあ、もともとつけてたやつってことだよね、じゃない？で、襲われた時になくしちゃったフード戻ってきましたねでもまあ別にいらないかな、正直。これあとは髪はなくて、あれ、あ、プレゼント受け取りかな、これかな、アイテム受け取り。ちょっと待って、あったよかった、いました。ほ、ドラゴンクエスト8の曲に切り替えられるようになっただって。ほう、で、やっとだ、トロデン王国スタイル。これまあ、ちょっとさっきも曲が変えられるって言ってたけど、おそらくドラクエ8の主人公かな、ちょ待って、だね、うん、そうの格好らしい。ただ私ちょっと8はやったことないんだよね、まだ。まあただどうしよう、変えるちょっとだけ変えとくか、うん、せっかくだしね、変えといて。はい、神はないんだよ、なんか神のやつなんか手に入れたいね。で、うさ耳だけじゃ変えられないっていう話みたいなので、こうウリボースタイル、これどうなの可愛いけどさ、可愛いけど、今年の干支ウリボー。セイナちゃんを変えたばっかりだ、あ、それしかないか。オッケー、ベロニカちゃんと主人、あ、変わった、主人公の8風の主人公。これでちょっとしばらくやっていきましょうか。うん、で、次に行くところがよ、王様なのか、馬なのか、サーカスなのか。まあでもサーカスは入れないんだよね、チケットないから。綺麗になってるけどな、こう無理やり侵入できないのかな、いけないんだよな。うん、入りたいな、悔しい、見たい。あ、見てくんないって言ってた人の周りいるじゃん、よかったじゃん。カットしちゃったかもしんないけど、動画でも昼間誰も褒めてくんねえんだって言ってたのに。あ、そう、実はシルビアさんにちょっと会ってきちゃったんですよ、ごめんね、本当にすまんよ。なんて羨ましいんだ、俺だってシルビアさんと話してみたいんだぞ。行けばいいのにね、何をって言ったろプー。じゃあまずは上に行ってみようか。王様にそんなにすぐ会えるとは思えないけど、うん、上に来てみて。あ、しかもだから夜だから無理か、特に。もうこの人ったら馬のことばかりあ、いるね、多分。あのこっちの左側のあの入り口みたいなところは西の馬のところから行けば入れるところ、伝わるかなこの前引き返してきちゃった奥だね。今度のファーリス杯、王子様が絶対に勝つ。そう、誰に勝つ、誰が勝つかを予想しなきゃいけないのかな。それとも自分がやるってあるか。だってなんか怪我したらさ、いいよみたいな、誰かが怪我しない限りダメだけどなみたいなこと言われて、なんだこれ、誰だ、ボウボウガンとは愛、ガン、あふれば我らはボウガン愛、私は会いたいボウガンボーイに、ボウ、どういうこと、ボウガンボーイ、ボウガンを使いこなす誰か仲間なんのかな。何やってんだ、王子様に会いたいっていう暴走したファンか。こんな時間でも王子様が夜のお散歩に出かけないとも限らないからね、気になってついここに来ちゃうの。出待ちか、
はい、愛しのファーリス様、今何をなさっているのかしら。王子様がこんなたやすくこうなんか落ち着き、お近づきになれると思ってる時点でちょっとどうかしているんじゃないかな。何を私たち、ファーリス様のことこんなにも思ってるんだから、お城に入れてくれたっていいじゃない。暴走のファンだ、暴走のファン、こういうのは嫌われるよ本当にみんなに言っとくけど、こういうのはダメだよ。お待ちください、城への夜間立ち入りは禁止されています。畜生、昼なら越中婚か、やられたな。夜だから、じゃあ馬の方行くか。あ、クエスト発見、なんかクエストボードみたいのある。伝統のファーリス、はい、開幕迫る。王国の誇る新生ファーリス王子が初参戦、名騎将軍は王者防衛なるか。はい、騎士と、うん、絵の構図がね、なかなか決まらないね。こうガッとくるようなね、衝撃というかね、要するに絵はね、ガッと来ないとダメなんだよね。ボーガンのガンの人と気が合いそうじゃない。あのね、僕はね、画家なんだね。ガッとくる絵を描くには空想が必要だからね。だからこうして突っ立っているんだね。突っ立ってたおかげでテーマも決まってね、月の下で暴れる獣たちの共演をテーマにして絵を描きたいんだけどね。じゃあもういいじゃん、馬で。なんかね、いまいちガッと来ないんだね。僕が思うに致命的にやっぱあれが欠けてると思うんだね。なんだろう、あれ、バクラバ赤軍とワイバーンドッグ、それに加えてビーストモード、これで、ね、最高の組み合わせなんだね。はあ、馬でいいじゃん。なんでモンスター描きたがるの、危ないって。ああ、連携技ビーストモードを使ってバクラバ赤軍のワイバーンドッグを倒してくれたら間違いなくガッとくるよね。ビーストモードっていう連携技を出したことないね、まだ。ワイバーンドッグをやればいい。なるほど。わかんないけど、とりあえず受けとこう。うん。あ、ビーストモードは特定の3人が揃っていれば繰り出すことができる連携技。なるほど。特定の3人ね。3人は誰だい？そこまで教えてくれないのかい？お、は、ひょう。シャーン、知りたいときは強さを選んで A ボタンを押していけば連携についてわかるんだね。優しいじゃん。なんだよ、何でも教えてくれるじゃん。強さを選んで A ボタンね。よろしく頼むね。月下乱舞、ガッと来る衝撃。強さの、あったあった、やったあった。こんなに連携覚えてたのシャドウアタックが組み続けるんでしょ。聖なる祈り、ベロニカ、神、聖女。ビーストモードは神と聖女か。なるほどな。まあ、とりあえず、どのパターンでも一個あるって感じかな。すべてにおいて。組2は必ずいるっぽいな、雰囲気。違う、ベロニカとセーニャもある。ラブダの祈り、そうだね、これだけは2人組2がいないバージョンで来る感じだ。そうかね、どうしよう。じゃあちょっと待って、昼間になったから王国入れますかね。はい、これより先はサマディ城だ。王族の方々がいらっしゃるだけでなく、王国の騎士たちの訓練場もある。だー、どっちが合ってんだろう、やだな片方しか行けないとかはなんか多分ないと思うけど、あらー、ここはここですっごい柱が太い。あ、根っこいる、根っこ。ここはほんと騎士の国って感じだね。もうだって入ってすぐそばで訓練所あるんでしょう。なかなかそんなお城なくないサマディ王でしたら、まっすぐ階段を登った先の玉座の間にいらっしゃいます。なんでこんな簡単に入れてしまうんだろうか。王国って割と入れるものなのかな。猫が多いの、
騎士の人ってあんまり手がかからないから、私猫の相手ばっかりしてるのよ。なんでいやーって感じの感じなの？いやーって私は猫アレルギーだから、ちょっと可愛いけど飼えないんだよな動物が。君旅の方だね、わざわざ遠くからこんなところまで。お疲れ様でー、なんちってユーモアもある、ナイスサマディわあ、めっちゃすごい。おわ、座って休憩中か。まったく、王子様はレースに出るってだけであんなに騒がれちゃっていい気なもんだよ。一体どうするつもりなんだか。ほーん、まあ、まず王子様っていうのを直接見てみないことにはな、なんとも言えないな。やっぱ超絶かっこよければまあそりゃ騒がれますよねって気分になるし、そうでもなかったらまあみんなの期待が膨らみすぎてちょっとやばくないですかみたいになるし、ふっ、俺たちの指導教官、あのデルガダールの将軍グレーグの部隊に勝とうだなんて無茶言うんですよ。頑張れ、私はめちゃくちゃ応援するぞ。サワディ王国の味方だ俺は。どうやって勝つ、軍隊なんかとかあんのかな。こんな過酷な訓練をしていたらグレイグ将軍の舞台どころか、その前に訓練で死んじゃいますよ。やっぱね、休憩は必要だから、あれだよ、もうめちゃくちゃやればいいと思うんじゃないから、ちょっと効率的にやろうぜ鬼軍隊マジで。たく最近の若いもんはなっとらん、弱音を吐くんじゃない、中心が甘い、言葉に心がこもっとらん。そんな邪魔邪魔邪魔な稼働デル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 のモジュールでバチュッパイ勝てぬ。騎士道の誓いではどんな逆境でも正々堂々と立ち向かうという言葉があります。でですから、この教官の厳しい訓練も成長できるチャンスなんです。いや頑張ってくれよ、ここになら私お金をいくらでも落とすわ絶対買ってくれマジで。まあとはいえちょっとね、フグ買っちゃったから、うわ汚れたお平らね。あー、お金は今ないんですけどね、あんまり、うん、ほう、ここは王様王妃様の寝室だ、見学くらいは許してやるが、部屋を荒らしたりするんじゃないぞいや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 ね、そんなこと言わない、大丈夫だよ、約束します。うん、見学させてくれるなんて心が広いですわ。普通王妃様の部屋なんて入らせないでしょ。おっと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 、本も読めるし、これも開けるな。見るなよ。うん、見るなよ。あ、見た、あいつ手に入れた。なんか一瞬見られた気がしたけど、気のせいだったんかな、危ない、ふう捨ててこパンツなんて履くんだな王妃様は。あ、土のイヤリング、土のイヤリングは、お、100種類以上のアイテムを集めたものに贈られる称号。まあなんか土って聞くとあんまり嫌だけど、でもなんか土器的な、なんかそういう民族衣装と考えれば高貴なものなのかもしれない。まずは本読みましょう。ファーリスの成長日記という手記がある。丸月末日、今日もファーリスは乗馬の訓練に行ってきたようです。毎日欠かさず訓練に出かけるなんて、なんと立派な子なのでしょう。騎士を束ねる素敵な大人に違いないですわ。丸月末日、今日ファーリスは城下に出て民の話を聞いてきたようです。何でも民の生活を勉強するためなどためだどうでいく、なんと志の高い子なのでしょう。将来は素晴らしい大人に違いないですわ。あらまあ2日間しか読めなかったけど、相当ね、まあ子は可愛いですからね、仕方ないですかね、やっぱりここら辺は割れないと。話を聞いてみますか。見てないよね、見てないよね、オッケー。噂によれば悪魔の子って凶悪犯がデルカダールの国から逃げ出したんですって。物騒な世の中よね。やっぱ王国同士はちょっとした連携は取ってるか、それぐらいな。けど大丈夫、サマディは強い騎士がたくさんいるから守りは完璧、ここにいれば安全だわ。目の前にいるんだけどね。でも実際はすごい優しい男の子だから、助かったな君、助かったね。で、寝ることはできないか寝ることはできないかな。
壺は割っていいかな。うん、割りますよ。寝れないかー、寝心地が良さそうなのに。今服着替えたばっかりですから綺麗ですよ、言っちゃえば。まあお風呂に入らずにね、ベッドに入るっていうのはちょっと私のポリシーにも反するんですけど、ここは致し方ない。ダメか、ダメか。逆サイドは何でしょうか。王子様にご用です。今王子様は訓練に出かけてますよ。そう、訓練にね。なんで覆面を持たせるの。ここは王子様の部屋なんだ。なんかすごいな、よく入らせてくれるよね。あら、一人でこれ使ってんの王子様は。だってデルガダールは入れてくれませんでしたけどね。やっぱ心が狭いんだ。鉄の剣もらっちゃった。ほう、こっちも誰も中にいないもんな、見張りが。羽帽子か。あ、2冊もある。読み応えあるな。ありゃ、どうやらかなり古い本のようだ。かすれた装丁には古い文字でネルセンの秘伝書、火の巻。ネルセンの秘伝書、なんか呪文とかかな。ちょっとメモっとく。なんか名前的にはね、アンデルセンみたいで、なんか童話みたいだけど絶対違うよな、火の巻だから。ん？内容を読んだ限り今の組通には関係がないようだ。ん？一応読めたんだ、古いって言ってるけど。なんか前読めなかったじゃんね。ポジティブの進め、すごい。なんかあれ、なんかさ、性格が変わっちゃうとか前なんかそういうのなかったっけ。過去シリーズで立派なリーダーでありたいなら常にポジティブであれという言葉があります。うじうじとネガティブに悩んでる人に喜んでついてくる人などいませんよね。その悩みをまずは吹き飛ばすのです。地面に大の字になって寝転び、青空を仰ぎましょう。たったそれだけでちっぽけな悩みなど空に溶けてしまいます。なんかよくさ、河原の土手とかに大の字になってわーってさ、やるシーンとかあるじゃん、ドラマで。ちょっと憧れてたけどさ、いざちょっとなんか大人になってみると、やっぱ私ちょっと綺麗好きというか潔癖だから、やっぱ草の上に寝るってことがね、苦痛で仕方なくてできなかった。やれるような状況になったとしてもちょっとやれんかったわ。なんかネガティブなあなたとは今日で別れ、ポジティブな毎日がきっとあなたを明るい未来へと導いてくれます。あ、特になかったな。今回は性格とか関係ないか、ドラクエ3とかだったっけ。でちなみにこの前のそのパフパフのあのお父さんが出てきたやつはやっぱり過去にあって、ドラクエ3の、オマージュみたいな感じらしいですね。コメントで見ました、ありがとうございます。鳥頭的なパターンの人間だけど、かすかに覚えてるね、やっぱ曲もそうだし、なんとなく、うん。だからちょっとさ、本当いろいろそういう過去のやつってあるらしいから楽しみだね。王様も王妃様も困ったもんでしょ。昔はお二人とも凛々しくて騎士道精神あふれるお方だったのにな。おっと、口が滑った。これは首跳ねられちゃうよ。あれかね、自分の子供ができてちょっと丸くなっちゃったってこと。上行ってみるよ。会えちゃうの。あ、王妃様はいるっぽい。あ、え、王様、あれ服装がなんか、おい、あ、進んじゃうかな、進んじゃうかな。どっちが先だったんだろう、合ってるかな。セイナちゃんの服、本日は絶好の好天となりまして、ファーレス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。ちょっと練習しているんだね。あ、もしかしたら右側のその馬の方に進んでも怪我人がいないからいけないよみたいな。でここに来たら怪我人が出るっていう話かもしれない。あ、だから先進んで話聞いとくのもありだったな、これは多分。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは、今は客の相手をしている暇などない。出直してくる。王様ってさ、裸なんだ。上半身裸なんだね。で、んって言ってたからちょっと気づいたかもね、勇者かもって。で、お妃様の顔はどういう顔なんだろう。はん、あ、お、王子様じゃないの。父上、ただいま訓練から戻りました。ほほほほ、癖が強そうな、これまた。
確かに、私はあんまりこういう目が好きじゃないからタイプじゃなかったんだけど、ごめんね王子様、私のタイプではちょっとなかったんだけどこれなんていうの、眠たい目というか、私はどっちかというと細くてやっぱキリッてしてる目の方が好きだから。でも好きな人は好きそうだね、甘いマスク的な方面のタイプだ。お背も高くて、スタイルがよろしい。キッサルモノ、急に気合入ったの。信念を決して負けず、国に忠節を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい。今日も騎士郎精神を忘れていないようだな。ベロニカちゃんの服も気になるな。ファーリスよ、お前も今年で16歳。ファーリス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。もう絶対ここの王宮に来るような格好じゃないからね、みんな。まあね、勇者と神はいいとしても女2人それは舐めてるぞ。お任せください父上、必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。やっぱかっこいいな、赤い紐の意味は何だろうか。わっ、ちゃんとこの周り右ね。 あなたはお気づきになられました。ですが、旅の方、お名前は？いいお名前ですね。ありがとう。何用で我がサマディを訪れたのです？組つゆと書いて悪魔のこと呼ぶやつもいるんですけどね。とにも言っちゃうの？組つゆは大樹の枝を求めサマディにやってきたことを伝えた。まあいいのか別に。盗む、もらう、見せてもらえればいいと思うもんね。わかんないけど、欲しいのかな、勇者は。くれるかそれ、言って。大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか。それです。僕なら親子早くなっちゃった、やめて。後で、大階段を下り、左に曲がったところにある、僕の部屋に来てください。お待ちしています。めちゃくちゃ優しいじゃん。すげえかっこよく見えてきた。すげえかっこよく見えてきたよ。めちゃくちゃ優しい。まあ王子様の部屋先に入っちゃいましたけどね。内緒の話だけど。いっぱい人がいるな。北の大国デルカダールでは悪魔の子と呼ばれる凶悪なちょ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 読むのはもう間に合わなかった。まさか我が国には入りようもなかろうが、警戒を強めるに越したことはないからな。君たちも十分に注意したまえよ。なんで入らないと思ってるのね。じゃあもっと国境さ、きつくしなよ。だってね、悪魔の子ですかって私聞かれてないよ。聞いた方がいいよ。あ、この先は王様と王妃様のための馬のレース特別観覧席。ちょっと見ていいかな。先に失礼して。なんか一人いるな、でも特別観覧席。すごい。オアシス確かにあるね。あ、馬の。あ、ここを回るんだ。んー、でもなんかさ、これさ、奥側全然見えないじゃん。手前側しか見れなくて。あの塀を作る意味はあったのですか？これない方が見えるのに、設計ミスじゃないの？設計ミスじゃねえの？ララララ。ファリソージン、疾風後のごとく大地をかけよう。サマディの誇りかけて。ファリス杯に向けて王様を応援する歌を考えていたのです。王子様だった。あれですが楽しみでなりませんよ。何、特別に呼ばれてる人たちなのかな。うわお、ここに座ってみるんだ。あ、いいじゃん。座れないか。
自分で言うのもなんだが、ここにいる騎士はこの国でも屈指のベテラン。そりゃそうだよね、王の近く、そりゃそうよ。我々がいる限り魔物など恐るるに足りぬ。たとえデルカダールを脱獄した悪魔の子が現れようと怖くはないさ。まあいいよ、言ってればいいんじゃないですか。旅の方申し訳ないです。王様はファリス杯のことで頭がいっぱいでして。まあそうだよ、王子様が対応してくれるって言うんだからそれはいいんですけど。ごきげんよう旅人さん。私たち自慢のファリス、なんて素敵な子だと思いませんこと。いや素敵、素敵だよ、日記にも書いてあったし。でも逆に怖いよ、こういうもう褒めすぎは本当に良くない。兵士にしかり、ほんとちょっとそのフラグ立てんのはやめてください、本当に。もうファリスったら一時も怠らず、で鍛錬を積んで、なんて偉い子なのかしら。将来が楽しみでなりませんわ。あんまり期待しすぎるとね、グレちゃうからやめた方がいいよ。その道に進めなかった時のショックがすごいから。ほんとだ。まだいたのか言われてる。ちょっとおしゃれだな、帽子も。こちら側、王子様入っちゃってよろしいか。もう入るよー、いたー。じゃあお願いします。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。いやいや、全然呼び出すほどの距離なかったですよ。うん、思った通りだ。は？身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。え？代わりに出ろと言っている、もしかして。うん。君たち、虹色の枝を求めて来たんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね。旅人にあげられるものではないんだよ。いや、まあ、でしょうね。それはそうでしょうよ、むしろ。けど、僕が父上に掛け合えば、と虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。どんだけ大事なものか、もうちょっとお勉強した方がいいのでは、おうじ。そんなに簡単にやっぱ国宝をあげるものではないんじゃないか。こちらが言うのもなんだけど。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。おい、今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい。これで見れるの？いや超絶嬉しい。もう話なんて聞かないよそれ、見ちゃうもん。はい、よし決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。なるほどね、これで見れるんだ。とーすげえ。じゃあやっぱまだ、じゃあ西の方行っていいかな。西行こう、まずは。まだ昼間だし、多分、まあ、時間ちょっとな、城の中で経っちゃったからどうかわからないけど。